はい、こんにちは。トップレシのハンコ屋いろは堂です。本日はですね、年賀状自体のハガキ、もう今年で年賀状をやめますというお知らせのハガキですね、こういった文面のハガキをご紹介させていただきたいと思います。当店のね、お客様も年賀状を出される方、お年寄りの方がね、非常に多くなってまいりまして、もうね、体力的に辛いので、一枚一枚ね、宛名を手書きされる方が、お年寄りの方多いと思いますので、若い方だったらね、パソコンを使ったりして、何百枚でもね、いっぺんにできるんですけど、一枚一枚書くと非常に疲れるので、もう今年を最後にしようかと思ってるというお客様、最近増えていらっしゃいます。そんなお客様がですね、もう年賀状、恒例のため、今年限りにさせていただきたいと思いますというような、挨拶状ですね。こちらをね、当店の方でお作りさせていただいております。文面もね、例文もありますので、内容を変えることも可能です。お客様の事情に合った文面にさせていただきます。年賀状自体のね、はがき、鳥取市でお探しでしたら、ぜひ当店にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。